も吉野です。今日は成婚率に騙されるな、ね、成婚率が高くても成婚できない結婚相談所の見抜き方3つについてお話をさせていただきます。前回は成婚しても結婚できない結婚相談所についてお話をさせていただいたんですが、今回は成婚率が高いと出てるんだけれども実際は成婚出てないとかね、結婚できないっていう結婚相談所実際にあるので、その見抜き方についてお話をさせていただきます。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。実はね、他の結婚相談所でうちは成婚率何パーセントですって言ってホームページに歌ってるところって結構ありますよね。あるんだけれども実際にそれを信じて入ったにもかかわらず成婚できない、ね、結婚できないっていう方がね、まあ、結構多くて、そう、うちに入会に問い合わせ来るんですよ。で、そういう方がね、うちに入会して早々に入籍まで行ってるんですね。で、なんでそういうね、成婚率がね、何パーセントってすごい高いっていうふうに言ってて、半年の成婚率何パーセント、1年の成婚率何パーセントとか言ってるのに、2年、3年活動して結婚できないのっていうことが起きているので、この実態について調べてみました。ね、これ結構業界タブーなので怒られちゃうと思うんですけど、でもまあ皆さんがね、ちゃんと成婚率騙されないで正しい情報を得てもらいたいのってことをお話しさせていただきます。でね、まず3つ目のうち1つ目は成婚率の、まずね、成婚率の根拠を調べろってことなんですよ。成婚率の根拠が分からなければダメなので、それなんですが、じゃあその成婚率の根拠について、じゃあどう見抜けばいいのか、その1が交際期間の長いケースも成婚率にカウントしているってことなんですね。ね、入籍してないですよ。ただ交際期間が長いだけなんですね。でも本当にね、この成婚率っていうのは、その成婚率の根拠ってそれぞれの相談所によって全く違うんですよ。で、これは成婚退会した人、まあ、成婚退会した人も入籍イコールじゃないですからね。成婚退会の定義も大事なので、これは前の動画でちゃんとチェックしてください。で、それはクリアできた上でですよ。それで成婚退会した人だけでなく、それに加えて、何ヶ月間交際が続いた人も、成婚にカウントしてますよってしてる相談所が結構多いんです。ね。だから要はね、単なる交際期間であって、入籍でもないし、成婚でも何でもないんですよ。で、このカウントのからくりとしてね、要は3ヶ月交際継続をしたらとか、6ヶ月交際継続をした方も、成婚率含まれてますね。ちっちゃくも米印で分かんないように書いてあるんですよ。これよく見てくださいね、本当にね。で、これはね、どういうことが起きるかというと、これはなぜいけないかってことなんですが、要は3ヶ月だけ交際が続くようにってことが社内でノルマとされるんですよ。要はそう、うちは交際率何パーセント、成婚率何パーセントですって出したいから、で、しかも交際継続率っていうのもこれの数値に入れてますと。だから、これだけの期間は交際を継続させましょうねっていうふうにカウンセラーにノルマとして貸しているところもあるんですね。そうすると何が起きるかというと、そのカウンセラーはその期間だけ交際が続くように必死なんですよ。で、もう本当にひどいケースがこの間、本当に先週入会面談であったんでびっくりしたんですけども、交際終了の希望をこちらから出してるんですよ、相手に。この人こういうことが理由で、もうこれが嫌だから私はもう交際これ以上続けられません、だから交際収入してくださいって出したんですよ。出したにもかかわらずですよ、出したにもかかわらず返答ないんですよ。無視する、交際収入の対応してくれないんですよ。で、3ヶ月を超えるまであとはなんだかんだ引き延ばしたりとかするんですよ。いや、もうちょっとね、この人すごくね、いい人だからもう一回会ってみたらどうとか、どうしてみたらどうとか結構言うんですよ。これが本当にね、その相手のこと、自分自身とかその会員さんがね、ちゃんと見抜けてない、だからあなたにはこういう見る目を養ってもらいたいっていうんだったら別ですよ。そうじゃないにもかかわらず、その交際期間を伸ばすだけ、それだけの理由で、いや、もうちょっと会ってみたらとか、あとデートの期間がね、間空いちゃってもいいから、もうね、忙しいんだから、もう1ヶ月ぐらい空いて1ヶ月後に会えばいいわよとか言って、それまでこううまく引き延ばしするんですよ。ね、うちの会員はあなたと交際の希望がありますとか言っちゃったら、あと会員さんに対してもそうやってね、もう連絡だけちゃんと取ってねとか言っていうふうに言うんですよ。で、それで交際終了させないんですよ。で、もうこれはね、本当にカウンセラーのノルマ交際リストするから、カウンセラーもその期間だけ交際ができるように必死なんですよね。だから本当にそれをやってしまうと、なかなかね、交際期間は伸びる。交際期間は長くなるから、その間交際できてると思うんですよ。私は結婚までいけるかもとか、あとは、交際の終了希望を出しても全然 OK なんない。だから無駄な時間だけが過ぎるんですよ。で、その分があなたの成婚率としてカウントされるっていうのは、広告宣伝費に回るってことですよ。自分のその血肉となっている期間がね、これムカつきますよね。これは NG です。だから本当に交際の長さっていうものを成婚率の定義に入れてるか入れてないか、これをまず一つ目のチェック項目として見てくださいっていうことですね。これが一つ目です。では二つ目いきます。二つ目は成婚率の根拠を調べよ。ね。
入会数、休会数、大会数の計算比率、それと期間の在籍期間の問題ということなんですよ。これ何かというと、成功率の計算根拠がずれてるってことなんですね。で、入会した会員さんの総数と成婚大会した会員さんの総数だって皆さんただ単純にすっと思うと思うんですよ。で、この裏にはいろんなロジックがあって、休会してる人を入会数から外すケースもあったりとかするんですよ。そうすると何が起きるかというと、入会者数が減るんですよ。その分成婚率が上がるんですよ。成婚数が増えるからっていうふうに見せ方の問題があります。あとは成婚がね、たまたま多い期間と入会者の少ない期間での計算っていうのもあるんですよ。期間の問題でね。で、これ何が起きるかというと、入会者と成婚者の比率で、成婚者が多い月の期間を計算根拠としてると。そうすると当然に成婚率高いですよね。だから例えば入会者の母数です。入会者の母数については、コロナ後に入会者が減った時の期間にしてる。だけど、成婚者の母数はコロナ前の入会者が多い人。この多い人が数年経過して成婚してるってことなんですよ。だからここ時間軸の問題なんですよね。だから例えば2021年の成婚者期間ですとかってやったとしても、これが入会した人は2020年以前のコロナに起きる前の2019年とかね、2018年とかに入会した人なんですよ。その時はたくさん入会してるんですよ。で、これが入会した人たちが何年もかけてやっと2021年に成婚できましたってなるとしますよね。で、そうすると今の期間の入会率は少ないんですよ。もう例えばもう10人しか入らない結婚相談所もあれば、だけど2019年18年の時には20人30人入ってたっていうと、この入会者の母数がそもそも違うじゃないですか。で、その時に入会した人たちが一気に成婚するから、こう逆転現象が起きるんですよ。そうやって計算の期間が合わなければ、当然ね、成婚者の比率って変わるんですよ。増えますね。だからこういう期間の計算の問題っていうのもあります。これが見抜くも見抜き方2つ目、まだありますよ。まだ次はね、あります。3つ目、成婚率の根拠を調べよ。その3、そもそもの成婚定義が違うってことです。これね、真剣交際で成婚っていうふうにしてる人もいれば、交際期間が長いだけで成婚って言ってるともあるし、あるし、あとプロポーズだけで成婚もある。で、しかもね、入籍日と顔合わせとか、そもそもそれ以前の自分が相手の上司に対して挨拶すらしてない、当人同士の口約束。ね、結婚したいねっていうことで成婚にしちゃって、それを成婚率カウントしてるとこもあるんですよ。だからね、要はうちのようにね、結婚に対する障壁が全部なくなってからもう確実に入籍できますねってなって成婚だったらいいんですよ。でもそうじゃないケースもあるので、もう成婚の定義が違うってことです。これについては前回の動画で、成婚しても結婚できない結婚相談所からくについてお話をしているので、ぜひそれをご覧くださいということで、もう本当にね、成婚率何パーセントだからできるんだじゃなくて、この成婚率の高さ、この成婚の根拠、これが曖昧なものに振り回されないようにしてくださいってことです。なので皆さんが、結婚相談所選びの時に、成婚率何パーセントだからここがいいと思っても、その定義はどこにあるのか、でそもそもの成婚の定義はどこなのか、そして成婚率の定義はどこなのか、これで全部ね、多分日本中の全ての、相談所全部一律の基準にすると、もうこれぐわーっと下がりますよ。成婚率が一気にどこも顕著に現れると思います。特に成婚率が高いと出しているところほど、え、こんなに低かったのってことになると思います。なのでね、ぜひね、皆さんね、この成婚率が高いからといって、あ、成婚率が高いんだ、ここ結婚できるんだってパッと飛びつくことなく、ぜひね、この数字のロジック、前提条件、これ実際に確認してください。これ、ね、ビジネスの世界でも一緒ですね。統計調査を見てもそうです。母数の問題、異常値のこともあるので。なので、皆さんぜひね、この成婚率騙されないで、その根拠をしっかり調べた上で、本当に自分がそこで結婚できるのか、自分のお金を、そして自分の身を預けて、しかも向こう数年の期間を預けてもいいものなのか、これぜひ見抜いていただきたいと思います。ということでね、結婚できない結婚相談所12っていうのも、後で下の概要欄貼っておきます。よかったらそれもご覧いただければと思います。ということで、今日は成婚率騙されない、結婚できない結婚相談所見抜き方3つについてお話をさせていただきます。皆さんがね、成婚率で騙されたとか何かあった件があればよかったね、下のコメント欄で教えてください。で、あとこういう場合どうなのって分からないケース、ところでこういう時ってどうなんだろうって分からないことあれば、ぜひコメント欄に質問いただければ、また YouTube で、折り読みとお話ししたいと思います。またね、身元保証の婚活パーティー情報ですとか、いろんな、婚活に関するいい情報について下の概要欄貼っておきます。よかったら見ておいてください。あと裏チャンネル、表で話せないようなもっと際どい話とか、私のプライベートなどお話ししてますので、よかったらそちらもご覧いただければと思います。ということで、また次回動画でお会いしましょう。さよなら。